こんにちは、サイズです。今日もここ栃木県宇都宮市、アメカジの聖地、フーパー宇都宮店さんよりサイズ TV をお届けします。はい、店長の沖さんです。はい、こんにちは。じゃあ、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。沖さん、あのね。はい。恒例の今日やる企画なんですけど、はい、恒例の、はい、人のオーダーしたものを開封するっていう企画を人のオーダーしたものをさも自分のやったのみたいに開封するってやつね、企画をね、やろうかと。人のふんどしで土俵、相撲取りやつね。そうです、はいはい、なんかね、はい、こちらの動画で開封すると、はい、そのアイテム運気が上がりますんで。まあね、ぶっちゃけ上がりますね。上がりますか。そう。今回のもね、だから実は、はい、まあね、種明かしをしちゃうと、もう、さえさんがね、はい、先にこう、やったやつ、さえさんが買ったやつを見て、はいはい、あれが欲しいって言ってね、うん、言っていただいた方の納品なので。そうなんですね。はい。はい、まあだからね、面白いというか。じゃあ私が開封する権利あります、ね。そういうことなのかな。まあそうかもしれないですね。はい、まあでもね、一応ちゃんとご了承いただいた上 で、はい、やらせていただくんですけど、はい、まあでもね、本当やっぱ、あれはね、届くとやっぱ嬉しいですからね。嬉しいですよ。はい。それをね、はい、ちょっとこう、見ていてる方にもちょっと届けばいいかなと思いますんで。じゃあちょっとドキドキの開封を。いや、自分のじゃないか。まあでもね、ちょっとドキドキですね。はい。はい、やっていきましょう。はい。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こちらです。ホワイツ。オーダーしたホワイツが届きました。違う、はい、サイさんのじゃないからね。あ、私のじゃない。違う、はい、なんかちょっとこうデジャブみたいになってる。そうですね。そうまあでもホワイツです。 S さんが、はい、そう、もうね、情熱の S さんが頼んでいただいたが届いて、はい、まあ心よくぜひ使っていただきたいと、はい、いうことを言っていただけたので、はいはい、今回ねこうやって出させていただくんですけど、まだ S さん見てないですからね。見てない。はい。すいません。S さん今日来る予定なんで。あ、そうなんです。これはです。そう。はい。一足先に。買った人より先に見ちゃうっていうね。はい。すごい、もうなんか本当すごいですけどね。はい。まあでも果たしてどんな仕様なのか。まあでもね、本当これはあれですよ。まさにこうサイさんのね、はい、あれを見て、まあ、あれってかね、そこにありますけどね、はい、それを見て頼んでいただいた仕様なので、はい、もうあれです。あれ、これ新しかった？あれ変わりました？こんなカラーじゃなかったような気がするな。でしたっけ？うん、なんかそういうところもね、この微妙に変わるかもしれないですけどね。覚えてないけど。まあでもなんかだんだんこうね、はい、ちょっとこうだんだんグレードアップするんですね。もうちょっと。え、まだ。ためないと。もうだってみんな知ってますよ多分。だってみんな分かってますから。出しますよ。はい。あれをね。あれを。はい。はい、まあ。何でしょうか。こちらでございます。バーガンディのオックスフォードじゃないですか。履いてんじゃないですか。はい。そうです。バーガンディのオックスフォードです。はい。もうね、まあ、サイズ TV をご覧のいただいている方にはね、はい、ご存知だと思うし、はい、お馴染みだと思いますし、もうサイズさんの足元を常に着飾っているブーツ。うん、まあ、オックスフォードブーツですね。そうですね。まあ、ホワイトのやっぱりそのブーツの、まあ、その、良さを、このショート丈のものにギュッと押し込んだようなデザイン。だから脱ぎ履きもしやすいし、履きやすいし、うん、でもちゃんとブーツらしさも、表情もあるっていう、はい、素晴らしいバランスのブーツだと思いますけどね。なるほど。はい。ほぼ同じ仕様で。ほぼほぼ一緒です。そうですよね。まあ、強いて言うなら、あ、こっちがない。そう、ここの、まあね、ちょっと比較するとあれですけど、ね、ちょっと比較しましょうか。そうですね。でね、これがもう、はい、新旧ですね。はい。でけえな、でかいですね。こうやって見るんで。まあ、はい、こっちがね、まあ、こっちが、S さんのやつは、はい、S さんのやつは8の E だから、まあ、比較的標準的なサイズですけどね。はいはいはい、で、まあ、見てわかる通り、まず違い、ほとんどないです。さっき言った通り、ほとんどないんですけど、何が違うか、一番の違いはソールですね。はい、サイズさんのやつはこれ700番っていうソールになりますんで、はい、まあ、ラバーがこう、うーっと後ろまで入って、ね、はい、後ろからのミルクスで見てもらっても、ここにラバーが入って、革積みが入って、ヒールがつく。うん、で、S さんのやつは、もうちょっとドレッシーに振ってますんで、はい、700ハーフって言って、あ、はいはいはい、ここは全部レザー、うん。で、要はこのソールの部分はここでカットしてるんですね。はいはい、はい。そう、ここでカットして、うん、なので特徴としては、ここが、革が出てくると、うん、後ろ側から見たときに、ラバーの層が入らないんで、うん、革済みのヒールになる、うん。そういう仕様になってます。これ700ハーフっていう仕様になりますね。うん、
だからちょっと、まあ、よりちょっとドレスな感じというかね。嬉しいですね。はい。感じで履いていただけるような仕様になっています。で、ヒールの赤は一応同じくロガーヒールなんで、はい、まあ、さやさんのね、もうだいぶここは一体化してきましたけど。一体化しちゃったよ、もう。そう、これがね、僕がよく言ってる、このかかとのエロさですよ。はいはい。ここはね、最初はこうちょっとエッジが立ってるけど、だんだんここもまるで一枚みたいな感じになってくるのはこのロガーヒールの特徴ですから。うん、そう、そこがね、ホワイズの、まあ、一番の良さではないけど、僕はすごい好きなところですね。うん、いいですね。はい。と、まあ、エッジカラーが、サイさんの方はこれ多分ナチュラルなんですね。はいはい、最初染めてない、革のそのままの色。うん、で、はい、S さんのやつはこれブラウンにしてます。あ、違うんだ。はい。最初からちょっと落ち着いた感じにしてますね。はいはい、まあ、正直染めてるので、うん、まあ、だんだん履いていくと結局は、まあ、抜けてくるというか、うん、結局それも、ヌメ革の財布と一緒でアメリアになってくるじゃないですか。うん、それがまあ、この中で起こってきて、まあ、このブラウンと置換されてって、はいはいはい、まあ、全体的にブラウンが濃くなってくるっていうふうにはなります。うん、これも同じですけどね。そうですね。はい。はい、最初の肌さが、派手さというか肌色さがないっていうのはこっちですね。とか。はい。はいはい。いや、いいですね。いいですね。し、サイズさんです。こうやって見ると、履いてますね。履いてますよ。だいぶ革がね。ハトムも違うかな。あ、そうですね。サイズさん、これニッケルか。カッパーじゃなかった。カッパーでしたっけ、はい、で、これが真鍮の方です。こっちブラスなんで。うん、そうそう。はい。まあ、そこら辺もね、選べます。そうですね。はい。まあ、アウトステッチダブルは一緒なんで、はい。いやいいな、新品。いや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 。取り替えようか。いやだ、履けないし。履けない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 けど、はい、でもやっぱこうやって見ると、サイさんのやつだいぶやっぱりね、色もちょっとワントーン濃くなってきて、オイルは入れてないですもんね。オイルはまだ入れてないです、ね。そうですよね。はい。に、ん？雑巾じゃないけど、こう布で磨いてるだけでしたっけ？たまに、たまにです、本当に。買って2、3回しかやってないんですけど。あ、そうはい。だからそのぐらいで、まあこんな感じですからね。うん、まあこの辺の、部分もちょっとシワがしっかりついてきて、つま、ね、先もこう傷は入ってるけどね、はい、それがまた味になってきてますからね、うん。やっぱこう見るとね、履き込んだ感じ。あとね、結構一番違いはやっぱここかな。ここ広くなってますよね。そうですね。だやっぱ脱ぎ履き、さやさんかなりしやすく、ほぼ多分紐いじらずに履いてるんだと思うんで。ほどいたり難しい。逆にでもね、結構重要だと思うんですよ。ここの口広くないと、うん、そういう履き方できないんで、はいはい、逆に言えばね、毎回こう紐締めて履いてっていうの、めんどくさいのはめんどくさいですからね。まあ、それが本来ですけどね。まあね、本来はね。はい、だからまあ、そうしたいときは趣味でいいだけなんで、うん、普段はね、このぐらいにしといてもらって、うん、まあ、普通に履いてもらうと、ちゃんとかかと、この、口の部分なんかもしっかりと広さ確保できるんで、はいはい、それでも多分変にパカパカはしないと思いますからね。そう、ね。その辺はね、ホワイトのやっぱり形の立体感の凄さですから、うん。はい。いや、いいですなぁ。あ、でも高さが違うんだ、やっぱね。そうです ね、 ね。やっぱこの分の高さの違い。まあ、とはいえ、こっちもね、一応、こうやって見ると分かりづらいんですけど、ミッドソールの部分がね、こう、ちょっとダブルみたいになってるんですよ。うん、あ、ここが、まあ、要は、ここの、はい、ここの革の違いから、ここからこっちが、この700ハーフっていう素材になるんで、はいはい、その中に一応ミッドソールが1枚入るんですよ。はいはい、はい。で、サイさんの700はここからついてるわけで、ミッドソールの厚みがそもそも厚いんですね。なるほどね。そう。それとか。そう。だからこれをダブルとかにするとより厚くなるけど、こっちをダブルにすると、まあ、実質3枚みたいな感じになってくる。はい。はい。そういう違いもあります。はい。いや、いいですね。そう、でもね、やっぱバーガンディのオックソードはね、結構やっぱ人気があって、はい、まあ、この方の前にも実はスモークジャンパーで、はい、まあ、うちのインスタ見てる方が、ね、はい、気づいたかもしれないですけど、山本さんね。そうそうそう。はい、山本さんね、はい、もう言ってますけどね。はい、山本さんの方も、はい、スモークジャンパーの方で同じバーガンディを頼まれてるんですけどね。はい、あれもあれでかっこいいですから。いいですね。はい。で、まあ、多分エクセルレザーはね、本当に履いた方、ことある方は分かると思うんですけど、最初はね、そこそこやっぱ硬さはあるように感じるんですけど、はい、オイルアップの革なんで履いていくとすごいしなやかさが出てくるんで、はい、まあ正直かなり履きやすいですから、うん、はい。そういう意味でもね、おすすめな革です。ですね。はい。いや、いいですよ。サイズ仕様で皆さんも作ってみたいと思います。サイズ仕様になっちゃった。サイズ仕様。もうすごいな。はい、オワイツサイズ仕様ね。オワイツサイズ仕様。すごいですね。はい、これでね、こうまたバーガンディが増えてくればね、はい、それはそれで面白いですよね。おっしゃるじゃないですか、バーガンディ、スモークジャンパーじゃねえ、オックスフォードのハッシュタグでね。はい。なんかできるかもしれないですね。あ、そうですね、そのうちね。そう、はい、オックスフォード選手権みたいなね。うん、はい。いいかもしれないです。いい感じです。じゃあ早速試着はできない。できない、できない。できないんで。したところで、はい。したところで同じですからね。はい、そう。できないんで、じゃあ私が履いたのをちょっと写してもらいましょうか。そうですね。はい。はい、ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じです。なんか、今見てるからね。はい、そう見てるんですけど。皮紐もだいぶなんか柔らかくはなったんですかね。多分。ね、なんかくたっとはしてきてますね。そうね。多分だいぶ、紐いじんねえですもんね。紐いじんねえです。このままです。いじんねえでもほとんどロメオと履き方一緒じゃないですか。そうなんですよ。もうスリッポンなんで。
まあでも本当そうやって履いてもこれだけちゃんと雰囲気出るんだからいいですよね。うん、でまあ最初言ってたね、このかかとのここですよね。ここがちゃんとね、キルカウターがしっかりしてるから、一応こういう緩さがあったとしてもかかとで押さえてくれるんで、はい、まあ変にパカパカしないとかちゃんと履けるんですよね。そうですね。そう、ここら辺がね、結構やっぱホワイトはやっぱ違うなっていうところですね。ですね。まあ、弱点っていうか、はい、言うとすると、ちょっと重いかなと。ああ、うん、多分ね、それサイズさん、紐締めてないからですよ。ああ、ちょっと一体化させれば。そうそう、はいはい。ちゃんと、紐を締めてきっちり履いてあげれば、うん、重さもしっかりと分散するので。あ、そうですね。そう。それはね、だから、締めてあげると、例えば長距離とか歩くときとか、普段、まあ、脱がないよって時なんかは、ちょっと締め上げてもらえると。そうですね。その方がいいかもしれないです、ね。いいと思います。はい。そう。でも、実質確かにね、重さは結構あるんですよ。うんうん、で、重さはあるんだけど、結局言えば、その、歩行性能を考えたときに、はい、あるって次の一歩を出すときの、要は、まあ、足をこう振り出したときの、うんうん、まあ、振り子の動作でやったときに、次の足が出やすいっていうのがある程度の重さがある靴なんで、まあ、だからね、実際履いちゃうとですごい歩きづらいとか履きづらい重さではないと思うんですよね。そうそう、疲れないです、そう。だから本当にそこら辺はホワイトの良さなんで。はい、下駄箱にしまうので持ち上げるときには重いです。そう、確かにね、こうなんか重いなって気はしますよね。そう、そう、だから履いちゃえば大丈夫ですよね。履いちゃえば。あれですよね、サイズさんはもともと足は痛くないって言ってたんですよね。痛くないっすね。はい。この間その山本さんは痛いって言ってましたからね。うん、ああ。そう。だからやっぱりこう最初、扁平気味の人は、うん、まあやっぱり基本はちょっと痛いかもしれないんで。アーチーズでした、ね。アーチーズが結構強く入ってますから。はい、はい。それが最初は僕もそうでしたけど、だからまあ、基本的に痛いなと思った人はちょっと長く履くんじゃなくて、ちょっとずつ履く時間を伸ばしていくっていう形にしてもらえれば、うん、まあ、徐々に自分の足も良くなるけど、はい、靴の方も足に馴染んできてくれる。そうですね。だからね、ほんと不思議な話、2足目買った時には痛くないですからね。はいはいはい。僕もそうだったんで。うん、じゃあ、2足目注文するためにも。あれ、条件何でしたっけ？パリオリンピックで、バスケットボール日本代表が、はい。ベスト8。はい。そしたら、買います。買うですね。はい。はい、もう皆さん、ぜひぜひ、バスケ応援してくださいね、本当に。パリオリンピックね。はい、パリオリンピックっていつやったんですか？今年？来月？来月？あ、もうそんななんですね。もうすぐやります。はい。か、もうすぐなんだ。はい。全然見てないから、全然わかんない。ぜひぜひ応援しましょう。わかりました。はい、じゃあちょっとサイズさんのね、ホワイトをかけた戦いということで。うん、そうよ。はい。すごい手前味噌な、手前味噌なオリンピックの解釈ですね。はい。いや、いいと思います。楽しみにしてください。なんかね、そういうのもあった方が面白いかなと。まあそうですね。はい、そうすればね。まあ、ギリ、オリンピックでそれがやるのが7月ってことですか、じゃあ。7月か8月か。8月。うん、じゃあ、そこでもし決まれば、ギリ年内ですね。年内いける。多分ホワイトは。だいたい今4ヶ月ぐらいなんで。うん。はい。そっか。そうです。はい。じゃあ、ギリ年内いけるか。うん。はい。まあ別にそれ焦ってないんで。正直。まあね、急がりますからね。まあ別に。まあ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 。まあ一応でもそういう感じ。だからまあ、ご注文ちょっと考えてる方は、一応4ヶ月っていうのが今の、生産ペースなんで。ものすごい早いよね。早いと思います。他の革ジャンとか。そうですね。革ジャンとかジーパンとかね、下手したら1年とかね。はい、まあね、ウエスコに関しては1年9ヶ月、約2年。というふうに考えたら4ヶ月ってめっちゃ早いです。めっちゃ早いの。そう。だからね、結構今、頼み頃じゃないかなと思うんですよ。そうですね。ホワイトは真面目な話。はい。はい。じゃあぜひぜひご検討いただければ。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、はい、今回はね、私が。いや、私がじゃないです。私がじゃない。はい。視聴者さん。そうそうですね。オーダーしたブーツをちょっと。はい。開封しました。はい。まあ、私が履いてるのとほぼ同じブーツを。そうですね。ほとんど同じなんで、まあ、履いたね、新品の状態と履いた状態。はい、まあ、と言っても、そんなね、2、3年ってまだ経ってないですから、ですけど、ちょっと履いただけでもあのぐらい変わってくるっていうのをね、楽しんで、まあ、感じてもらえればいいかなと思います。はい。はい、まあね、今後もね、はい、ぜひ、他の人のものをね、どんどん注文して、どんどん他人のものを開封動画みたいなね。開封動画していきたい、はい。まあ、ぜひ、心よくね、使っていいという人はぜひ言ってください。はい、そうですよ、はい。使わせていただきますんで。運気がアップしますから。これどうかさ。まあでもね、動画として残りますからね。はい、そうですね。最初こうだったなってね、はい、自分で振り返ることもできますから。はい。はい、ぜひぜひ、よろしくご協力お願いします。お願いします。はい。はい。はい。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.